ございます。視聴者が、まあ、ゴルフの悩みがいろいろあると、それをみほちゃんなりに、まあ、こういう感じだったらこういう練習方法があるよみたいな話をしてもらいたいなと思ってます。はい、バックスイングの質問についてです。はい、バックスイングの初期動作でいつも悩んでいます。ヘッドからか肩から動かすのか、上げる方向など気をつけていることがあれば教えてください。バイ、タカ、ハッサン。そうですね、私はこの最初のこの三角形がちょっとこう崩れないようにというか、変わらないようにバックスイングしてる、指導するというかっていうイメージですかね。こうとか、こうとか、変わらないで、変わらないで上げる、バックスイングする。で、癖としては私シャットにフェース面上に向けるっていう動作があるんですけど、それをちょっとやりすぎる時があるんですよ。下に向きすぎて、それだとやっぱり引っ掛けが出ちゃうんで、ちょうどこの背骨の角度とこう、背骨と合ってるよ、はい、と同じようにしてあげるような意識はあります。以上、以上。ダウンスイングについて。みほちゃん、こんにちは。こんにちは。かぐれメタボキング、キングさん。ドラクエっぽい。以前からたまにシャンクが出てしまうんですが、はい、ダウンスイングからの沈み込む癖があって、お尻が下がって、両膝が前に出てしまいます。不調時は殴りが出たり、ひどい時はシャンクが出ます。両膝を前へ出さなくするいい練習方法を教えてください。多分なんですけど、お尻が下がるっていうのはどうなの、まあ、そうだ、沈み込みで伸び上がり両方かもね。多分どちらかっていうとこういうタイプの方は少ないので、ちょっとこう伸び上がりながらになると思うんですけど、ちょっとシャンクするっていうのは出てると思うので、逆ハンドにしてもらって、反対、いつものグリップとは反対にしてもらって、でそれで打つ練習とかすると、お尻はちょっとこう少しでも伸び上がると届かなくなるので、当てやすくはなりますね。あと膝の、足の使い方、多分打っていくときにかかとが上がるだけだと思うんですよ、こう前に出るっていうのは。だって少しこう回しながらって、少しこう横に倒すようなイメージ。多分伸び上がる方はこっちに、かかと側からこう前に出るんですけど、なんかこう腰を回転させていって少し横になってる、こう倒してから前に出る。そうです、少しこう横に倒れながら前に上がってくる。こうじゃないよ。じゃあちょっとそこに着目してアイアンスイングをやってみなさいましょう。はい、おー、なってる、なってる。なってる、なってる。なんかこういう感じ、急にこっちじゃないね。こうじゃない。逆ハンドはちなみにやれます？逆ハンドはちょっとこっちから取ったから、まあ、いつものグリップですよね。逆にしてもらって、これでなんかまあ最初ハーフショットぐらいからいいので、これをするメリットは、伸び上がると当たんないんですよ。届かない、はい、届かないので、前傾角度が保たれやすいです、じゃあこれもぜひやってみてください。はい、では次の質問に参ります、はい、まあ、ダウンスイングについてなんですけど、岡田優さんです。はい、ダウンの時に右肘が体について抜けが悪いです。どんなイメージでダウンスイングしてますか？右肘くっついてます。くっ
ついてて、うん、ずっとこのままあ、そのままなのかもしれないね。なんかこう当たっちゃうんじゃないな、うん、動画見たいなそれで想像だもんね右膝はくっついてていいんですよ、うんうんうん、基本的には。抜けが悪いってことは回転が止まっちゃうのかな。もしかしたらこう上に向いちゃうのかな。そうするとちょっと打ちにくい。上半身下に向いたままこう右肘がこうくっつく分にはいいんですけど、もしかしたらその右肘にくっついて右肩もこう一緒に下がっちゃうのかもしれないです。でそれでダフじゃあ右肘くっでもくっついてる感がずっとあるってことだもんね。多分ずっとこうなんか、はい、ねみたいなね。うん、懐はあってほしいので、多分それがこう自分の肩が嫌ってくっついてきやすいのかな。かうまく体重移動できずに右のままとか。回転が多分できてないんだと思うんですけど。それをなくすにはどうしたらいいと思う。多分それ もう上半身上向いちゃってるのが原因だと思いますね。 下向いてたら、ね、こう抜けが悪いというか、うん、抜けてくって感じだよね。左にはい左に多分こうすると肩が少しこう縦回転が強くなっちゃう、強くなっちゃう分こう左に振り抜けないから、なんだろうこう後ろにこうクラブを入れて腰の回転の方向と肩の回転の方向が同じようにする練習とかがいいかもしれない。もしかしたらこうあ腰と肩のバランスがこう悪くなってる平行に回す練習をすれば多分自然に左に振り抜いてくれると思うので、こうなっちゃうんですか。多分がすごい多い予想なんですいません。